当でかい。本当でかいっすか。ねえな、音でかい。あ。こっちにしよう。BGM こっちにしよう。あつい。映ってる？これぐらいでいい？うるせえかな？そんなもん。ちょ、皆様ー。OK。OK。さあ、皆様、エアコンです。さあ、このエアコンを掃除して使えるようにします。暑いぞー。いや、真空引きはするよ。真空引きはする。あー、クルーズ来た？エアコン掃除すんだ。部屋にエアコンなくて暑いんだよ。ちょっとうちんちファイヤーいるからさ、ちょっと冷やさねえと伝説のポケモンいっから。家に、ちょ、家にファイヤーがいるからさ、エアコンを掃除してな。ちょっと、あい、これ、クルーズ来てんの？おい、これクルーズ来た？ちょ、降りろよ。おい、ありがとうございます。いや、ちょっとさ、暑いんだ、家が。ありがとうございます。クルーズから降りた方、ありがとうございます。ちょっと、まずこの重曹をお湯で溶かして闇を取る。いやー、もう暑いんだって、マジで、部屋が暑い。よし、来た。なんだ、いや、配管とかいいんだ。これもらったんだ、お前ら。いや、もらったの。外してない？これもらったの。これもらったの。もう、ないから。え、重曹でやれよ。あれ？全然お湯入ってねえじゃないか。これね、調べたんだ、型番。型番調べたんですけど、お姉っぽい、そうかな。2011年の3月だった。
だから意外に新しいんだ、びっくりした。これ10年前かと思ってたら、5年前だべ。使える、全然使える。1年半使ってなかったっていうから、意外に型番を調べたら新しかったんだ。だから復活させればいけるから、復活させよう。エアコンゴー、復活させればいけるよ。もう知らねえよ、電気代とか。もういいんだよ、電気代払うから。暑いんだって。暑いんだよ、いいよ、誰か助けてくれよ、暑いんだって。もう電気代払うから、とにかくお前ら電気代払うからなんとかしてくれ、暑いんだ。だって俺、仕事行く前とかに風呂入ってるもん、汗かくから。だからいつもさ、仕事行く前にあの風呂入っていくから、あ、もろの30分で汗だくだから、部屋暑くて。全然風通し悪いんで、虫だようちだから、ふざけんなよ。そうだよ、ちょっと待って、もうちょっとこれ水入れるか、もうちょっと入れよう。で、これさ、これをさ、ちょ待って、これを重曹を入れればいいんでしょ、これ。どんぐらい入れる？そう、もらったやつ、どんぐらい入れればいいんだろう、これ。重曹ってたっぷり使える、こんぐらいでいいかな。入れすぎ？あー、まあ結構入れた。入れすぎ？分解した方がいい。分解する？分解どうやってやればいいの？うわっ、うわっ、やばいやばい、あー、風呂かそれ。やばい、やばい、落ち着こう。まずフィルター外そう。どうかすか、これやばくないか、これは。これやばくない、あー、どうかすな。で、近くにさ、風呂場があるから、近くに風呂場があるから、そこにも投げてる。すぐそば、風呂場なんだ。風呂場なんだ、そこが。そこが風呂場なんだ。だから すぐ洗えるようにしてる。もらったんだよ。金がねえから、お前ら。貧乏にはもらうしかねえんだ。もらったんだ。アングルが。もらったの。もらったから。まあ、ただより安いものないでしょ。まずちょ、重曹を、この重曹よし洗うぞ。
おお、すげえ、コラすげえ。コラがすごい。ちょっと手荒れがひどいんで、僕。ちょっと、まず、これで。よいしょ。行こう。まず、蓋から行こう、蓋から。お、すげえ！え、すごない？え、すご！見て、これ。全然違う。お、すげえ！新品になる！お、すげえ！ヤニが取れていく。重曹すげえ。なんということでしょう。いや、新品。お前らこれ新品になるぞ。これ、新品。新品エアコンになるぞ、これ。いったー。おー、お、すげえ。あー、テンション上がってきた。綺麗になってきた。なんか新品になる。あ、やばい。すげえ。お、すっげえ。いや、ただ、調べて重曹がいいっつうか、重曹貼っていいよ、だけで。いやいや、鈴木奈々みたいな反応じゃねえよ。すげえよ。いや、重曹神じゃん。ねえ。もうすげえ。もう、ほら。なんということでしょう。もうすげえ。お、こう。やべ、あ、だから、電極部分だけは、あ、傷つけないようにしないといけない。あの、なんか、電極部分だけ。お、すげえ。マジすげえ。日立の白熊くん？やべ、白熊くんになってきた。やべ、あ、来た。あれだわ、ちょっと家にちょっとシャワー作るわ、これ。いやー、この調子だと、うちにシャワーズ出ますよ、皆さん。このままいけば。このままいけば、うちにシャワーズが。てか、水汚ねえ、やばい。お前、水がなんかさ、ヤニってか茶色くなったんだけど。やべえ。熱い。つか、熱いべ。お前ら、熱い。顔出し してもいいけど、これきついべ。あっち。ベトベトやばい、これ、色やばい。大丈夫そうよ、じゃねえよ。うるせえよ。やばい、人めっちゃ来てんだけど。おい、エアコン。あー、でもすげえ綺麗になった。マジで。もうすごっ。まず、蓋からだな。わぁ、マジ綺麗になったわ。ライフ10個あるから。雑巾のライフ10個あるから。10枚買ったから、汚くなったら捨てるから。ドンキで買ってきたから、わざわざ、使い捨て雑巾みたいな。ライフ綺麗になったけど、これもう水変えようかな。いや、ここ、蓋まで行くか。通販なんか見てるんだけど。あーぜ、いやーもう、床はもういい、床も汚れていい、床は汚れていい、最悪。部屋掃除したんだ。洗濯と掃除と、今日遅くなった理由がちょっと買い物、こういうなんか掃除グッズ買ったりとかしてたから、ちょっと遅れました今日。結構寝てた。あ、寝ても疲れが取れなくてよ、最近。しかもあっちいいからさ、部屋が寝れねえんだ。マグマだから。あ、バケツね。バケツがあればいいんだけど、ないね。洗面器、あ、やばい、洗面器。あ、新しいの買おう、洗面器。最悪、これ終わった。これで、もうやばい、これでも使えねえわ、これ。無理だ。やばい。あ、もう使い捨てやなんか100均だからいいや。エアコンも、この枠も説明しますと、やばい、重曹はちょっと、あ、やばい。一回流すか。じゃあ軽くとりあえず拭いて、この辺ちょっと一回拭いて、一回流してくるか。あれ、汚いなこれ。段取り悪いけど許してや。許してや。それぐらい。いやでもこれ綺麗にすれば白熊くんだからね。いや綺麗にすれば白熊くんだから。ほら全然白くなったじゃん。ほら全然白いじゃん、茶色かったのに。
目の中で聞いてるよ。あーやべえ、なんかやばいことなってる。聞かねえ。よし、だいぶ綺麗になった。いいよ。何も敷いてない、やばい。ねえ、いい、ね、触媒ってなんだ、触媒って。ねえ、触媒って何、触媒かなんかか。いや、僕ちょっと引っ越したばっかりでお金がないんで、あのクルーズから降りた人、ちょっと説明しますと、普段ドラゴンクエスト10っていうゲームしてるんですけど、まあ、そのゲームのせいでちょっと人生変わっちゃって、なんか、勘違いしちゃって、上京したんですけど、貯金ゼロで上京しちゃって、家にエアコンあったんですよ、引っ越した先に。で、5月ぐらいに、ちょっと、そろそろフィルター掃除しとこうと思ったんですよ。あ、ブルーシートある。ブルーシートあるから、ブルーシートに引こうかな。あ、ブルーシート引こう。ブルーシートある。今。いや電源つかなくてさ、エアコン大家に電話したら、それはもともと前の人が使ってたからうちではって言われてさ、あーってなって、でもお金ないからさ、エアコンないですかって言って、ちょっと知り合いを回ったら、あるよって言われたから、この辺取りに行ったんですよ。チンタ壊してった。最悪。チンタがいた時にはさ、動いてたんだ。まあ、全然もうこれでいいや。いや、もうこんな綺麗でいいでしょ。全然綺麗。あ、俺、ハウスクリーニングいけるわ。ハウスクリーニング業になろうかな。ハウスクリーニング業者になろうか。立ち上げようか、会社。どんどんいいでしょ、だいぶ綺麗になったで。ちょっと一回ちょっと水変えるわ、これやべえわ。いや待って、水変えよう、これダメだ、やばい。やばくない、これ色、色やべえよ、なんか浮いてるし。やばくない、この色。いや、もらったエアコンちょっと再生させようと思って、ちょっと待って。ブルーシート引くか、ブルーシートあるで。
移動ちょっとやべえ、移動だな。靴下ないんだよ、これしか。じゃあ2号いくか。よし、ちょっと2枚目いきます。2枚目いくぞ。2枚目、あーつい、これ部屋飲んでやばいから、マジで。ほら見えてないぞ。重装です、重装。いった、合わせないでいいんだよ。嬉しいな。いや、靴下ね、あれなんだよ。これね、介護の時に誕生日プレゼントでもらった、介護の職業、介護士僕やってたんですけど、2年間。この靴下はその時のその同僚にもらったんです、いただいたんです。でもなんでいただいたかっていうと、なんで靴下を誕生日にもらったかっていうと、あの毎回穴の開いた靴下を履いてきてたから、なんかそう、先輩がさ、まあ、靴下あげるよっつってくれた。やばくない、そのエピソード。やばないねえ、やばくない、やばいよな、普通に。いや、なんか先輩ちょっと弾けた方がいいかなって思って、これやるよっつって。もうこれ見るか、もうこれ以上落ちないかな。蓋いいか、蓋もいい気がしてるか、だいぶ綺麗になったよ。これ以上いいかな。でだいぶ綺麗だよね、もうほら光ってるし、日立のエアコンじゃまり白くまくになったぞ。これいいかな、もうこれで。いや、可愛がられるタイプだと思います。本当に先輩にすごい優しくしてもらってた、かなり。なんか世話が焼けるみたいな感じ言われてた。だから続いたんだよ、2年も。マジカッカだったら本当にいいよ、それだな。多少ちょっとやりついてるけど、これちょっとこれだけね、細かいことだな。じゃあ歯ブラシ使うか、歯ブラシで。あと歯ブラシだな、お掃除グッズ。歯ブラシ、歯ブラシいこうか。おい、いいね、いいね。あ、歯ブラシいいじゃん。細かいとこにいいぞ、こういう。あ、来た。あ、これで綺麗になるわ。歯ブラシいいよ、こう細かいところ。あ、全然落ちるわ、歯ブラシで。
延長なってるよ、延長なってる。やばい、部屋の温度も尋常じゃない、もうやばい。歯ブラシ自分のだよ、自分の歯ブラシで。いいよ、データ買い替えるから。もう内部綺麗になった。まあ、ただ蓋編なんだけど、まだ蓋掃除編なんだけど、もういいやつ。悩んだな、内部綺麗になった。歯ブラシよし、いいね。よし、あと干すわ。あー、綺麗になった、いいや。よし、蓋、みんな蓋 OK。 見てよ、これこれで分かるくない、この色の違い。見て、これ色違わないもん、ほら全然綺麗になった。一個蓋綺麗になったよ。いや、工事終わってない。次行くぞ、次重曹追加。いいよ、次。あー、こっからどうしようね、こっからどうした方がいい。周り拭く、周り拭く、それともなんかさ、あの絶対濡らしちゃいけないとこあんじゃん、多分あそこだな。濡らしちゃいけないのは、ここいいか。うわ、すげえな、汚れが。業者みたいになってきたよ。外カバー外したらどうやって外すの。外のカバーなんか外せんの。あー、でも落ちるね、全然。うわ、落ちる落ちる、見てこれすごいやん、全然違う。あ、すげえ、白くまくになってきた、マジで。あー、すごい、生き返ってきた。生き返ってきた。おー、やばい、ほんまやばい、これいいエアコンになりそうだ、これいい風が送られてきそう。あと中だな、何だね、タバコ吸う人だから、もらった人がタバコ吸う人だからさ、多分何がついたんだ。すげえ綺麗になるんだけど、やばいこれ、全然使えるやん、使える。リモコンがないついてる、リモコン買ってきたから、ヨドバシでリモコン買ってきたから、もう完璧。まああと工事してつけるだけだね。で、工事はもう茶川さんにお願いしてるから、もうつくね。あとこれを記念にしたらもうつける。うわー、全然違う。あ、めっちゃ綺麗になった。10個もらった。そうそう、こんな変わるんだね、すごいね。掃除すればこんな変わるんだ。見て、これ白熊くんじゃん。いや、まあ掃除して捨てるとか、まあそんな悲しい結末。あ、やばい、ちょ、水が漏れた。重曹すごいよ、重曹すごいっすね、やっぱり。これ主婦見てないの、主婦の人ね、主婦の人見てないの。まあ、ない、なんかこうおすすめ洗剤みたいな。重曹すごいな、こんな落ちるんだ。電気代が違う、いいでしょ、電気代が。電気代で一気に場合じゃねえんだ、こっちは。電気代払うから、もうとにかくエアコンつけたいんだ、俺は。何だよ、よし、だいぶ違う。あともうちょっとだな。これ、何だ、どうやって拭こう。すごいな、これ。おっさんの仕事細かい、マジで。いやー、もうこれ汚いな、マジで。どうしよう。お料理では白くなったけど、
中のさ、これ中はどう掃除すればいいの。いや、4万円払うぐらいだったら、いただいたものを使うよ。お前ら、俺にとっての4万って、お前、どれぐらい大変なの。いや、4万とかもそんな大金ないよ。いや、かといってさ、エアコンくださいって言ってもさ、ダメじゃん、やっぱ。だから、こういう、もな余ってるやついただいて、自分で掃除して使うわ。そしたら、ただじゃん、だって。ただやんだって、みんな。めっちゃ綺麗になったなんかね、すげえ綺麗になったほら、もう綺麗になったなんかほら、普通にエアコンになってる。リモコン1500円、リモコン1500円だよ。じゃあこれそろそろ変えるか、水変えようかな。さあやれ。こことかすごいよ、マジで多分すごいと思う。ほら見て色見にくいかな。でもこれ常に落ちてるよ。あと壊れてないこと祈るだけ。そう、いや本当で金貨がさ壊していったから大変なことになってんだ。ここだな、どの辺、ここか、ここダメなんだっけ。ねえねえ、ここがさ濡らしちゃダメなとこだっけ。濡らしちゃダメなところね、ここは濡らしちゃいけないところですか。ここだ、ここがダメなところ。かぶせるってなんかよく見えるでしょ。じゃあここにちょっとなんかサイトに書いてあったらこうやってやっといた方がいいって。ここはいらない方がいいって書いてあったから、あ、中どうしよう。外のカバーとか外せるの。外せんの、ね、なえ、これ外のカバーって外せるのこれ。え、これ外せるやん。外せなくね、これ外せる。ああ外せなくない。2時っすか。いやさすがに2時さんは外せなくない。ネジ外れんくない。何時今。10時半か。最悪中だけでいいやって思う。もうちょっと中だけで。裏はいいや、裏は別にいいや、裏いいや、裏はいいや、別につけるところだからいいや、裏はいいね。あ、どこ、中だな、もう一回中だろう。重曹すごいんだけど、やばいよこれ拾うもんな。ほらやばくね。やばいでしょこれ。どんだけ茶色くなってるんだけど。ね、どうしたらいい。これこっからわかんないんだけど、ここまでなんとかうち外側はきれいにしたんだけど、中どうしたらいい。問題は中なんだよな、使うときは。
もしもし、これ闇だらけなんだけど、中も中の闇はどうしよう。スプレーがある？マジで？あ、やばい、ここやばい、ここやばい、ここやばい、そこだね。あー、すげー気になった。そろそろ2号機、3号機って。ここにちょっと待って、ここダメなんでしょ、絶対ダメだから、ここは濡らしたら邪魔。これなんかやばいよな。これでいいかな。1300円もしたんだけど、これでいいか。あーつ、いやー熱いんだが、死にそうなんだけど、熱っ。ちょ、これどうしたらいい。このスプレー使うんだけど、結局ねえ、どうしたらいい。これどうすればいい。泡出るやつ。あ、ブルーシートちゃんとした方がいい。あ、オッケーオッケーオッケー。あー濡れた。あ、バカ、ちょ、最後あ、大丈夫、広いから、結構。あ、違うの、濡れた。まず片付ける？はい。え、これを？これどうするんだろう？大丈夫、洗面器に入ればいいでしょ。大丈夫、洗面器がある。あっつ、大丈夫。こっから出てくるでしょ、多分。これだね、こっから出てくんで、こっから出てくんで。高い位置に置く？めんどくさいな。よし、これね、洗面器。
だから、これをこうすりゃいいんでしょ？こういうことでしょ？いや、取り付けるとこない。ない。それないんだけど、どうしたらいい？これでよくない？よ、いいじゃん。で、高いところ？高いところ、なんかあげるものがあればいい。上がったよ。なんかないか。電話。じゃ電話。あ、もしもし、はい、家です、配信中です、はい、あ、もう向かう、マジっすか、わかりました、了解です、あ、そうですね、もうじゃあもう早めにってことですね、わかりました、じゃあちょっともう、はい、失礼します、皆さんお迎えが来るまでやります、おい、これいい？これダメ？これ上なきゃいい。すげえ。お迎えが来た。あれです。24日。皆さん、大事なことがある。あさって俺アビオフすんだ、オフ会するからさ、その時歌う歌うからその練習があるんだよ、なあ、エアコンちょっとやってる場合じゃないっていう、結構どうだよ、まずい、うわっ、ウェイ、お、天才、お、天才じゃない、天才じゃん、これだったらいけるやろ、天才号、天才号じゃない、きた、天才、これでこれいく、これ入れていい、どの辺に入れればいい、ねえねえ、これでいっていいか、これ中に入れんの、これやり方わかんない、コンセント外す、フィルターを外す、アルミフィルムを、アルミフィンを露出、OK、外装パネルの取り外し仕方わからないことは明確に、大丈夫、アルミフィン OK、ここで掃除機なので取ってください、まず掃除機らしいです、皆様、まず掃除機らしいです。チンタが残していった。チンタが残していった掃除機で、いくか、シンジが残していった命の掃除機で吸うしかない、カメラワーク悪くね、
え、うん、曲がってないよ、曲がってないから。大丈夫じゃねえかよ。で、これでどうすんの？で、これ中に入れるって書いてあった。これ中に入れるんでしょ？こうフィンの中に入れていい？ノズルをねえ、フィルター外してるわ。やった、フィンの中に入れていいの？これ表面でいい？おお、ちょっとやべ、壁に行っちゃったね。暴発した。おおおー、え、これでいい？なんかおかしくない？なんかこれ中に泡でいいんじゃないの？ねえねえ、中に泡でいいんじゃないの？ねえ、中にあ、ねえ、中に泡でいいんじゃないの？違うくない？なんかあれ、それでいいの？あ、いい？やばい、なんかカフェオレみたいな、お前らカフェオレみたいになってきた。カフェオレみたいに、なんかカフェオレみたいになってきた。カフェオレ、カフェオレ、いや、カフェモカみたいになってきた。なんかやば、カフェモカみたいになってきた。なんか本当にカフェオレが飲みたいの。おお、すごい。いや、すごいよ。いや、本当にすごい。いや、合ってるよ。ムースで、ムースで。ムースからだよ。だから、あとこの泡を使って、こう。これでいけるね。あといけるよ、これで。こうね、赤子を撫でるように。赤子を撫でるように。あ、いいね。いいよ。いいね。いいよ。大事だから。俺を救ってくれよ。頼むぞ。俺を救うんだよ、絶対に。
暑いよ、もう暑いから俺を救うんだ。足りてない。あ、なんか変な匂いがする。換気した方がいい。ああ、どうすんのこれ。もう積んだ。どうすんの、こっからどうすんの。そのスプレーはあれ、空気霊です。空気霊。お前らエアコンは救えなかったか。いや、体張りすぎじゃねえよ。お前らこれさ、ネタのためって言ってるじゃん。これガチなんだよお前らなあ。ガチなんだよ、俺必死なんだよなあ。エアコンがさ、つけばと思ってさ、必死なんだよこっちは。あっちんだよお前らマジで。ベッドだよ。そう、用途別。リンス、こっちリンスだよ、リンス。リンスだからこっちは。リンスはあれでしょ？シャンプーした後に使うもんだろ？な？皆さん。僕普段からドラゴンクエスト10っていうゲームをしてきて、まあ何を勘違いしたか上京してきてね、まあ明後日ちょっとイベントするんで、よかったら来てください。はい、エアコンを。どうしようかな。皆様、よかったら、あさって、横浜ベイジャングルにて、イベントをやらせていただきますので、よろしかったらこちらの方、お願いします。あさって、エアコンを、エアコンなんとかしてくれる人いない？なんか。ねえ、エアコンなんとかしてくれる人来ないかな、明日。エアコン誰か。
あー、暑い。あ、そうだ、来た、来た、お前ら真のエアコン来た。皆様、ついに来ました。そういえば真のエアコンがありました。なんと、レレ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 、真のエアコン、レレ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 レ。きたー、救われた。これすんげー冷やい。暑しい。やったー、泡だらけのエアコンと保冷剤を巻きつけたノアでした。皆様、今日は放送終わらせていただきます。最悪これで過ごします。あー、冷たい、冷たい、あー冷たい。お疲れ様でした。皆さん、こんばんは。いや、でもこれさ、合ってると思うよ。匂いが出てきてんだ。ねえ、匂い出てきてんだ。匂いが浮き出てる、なんか。匂いがこう浮き出てきてるから、多分 OK だと思う。これ合ってると思う。あとこう最後、リンスして終わりかな。最後、これ、あ、その一回やった後、もう一回リンス。だね。あ、なるほど。あ、オッケー。みんなこれで、これでさ、あのこれ流せるらしい。そう、これで洗い流すらしい。結局、あ、大丈夫だって。あ、大丈夫じゃん。これちょっと15分か30分ぐらい放置しとけって書いてあった。あ、いけるじゃん。もうこれいけるわ。あ、風呂場でやろっか。風呂場でホースこっち。あ、そうか。ホースさ、風呂場だな。ホース風呂場でいいな。そうだな。ホース風呂場に流してそのまま排水すればいいや。オッケー。完璧だな。いや、まだあがくんじゃなくて、いや、お前らこれいいって、もう白熊くんになったから、いいんだよ。いいよ、もう。ドラクエしようじゃねえ。ドラクエする暇ねえ。ドラクエする暇ねえんだ。暑いよ、ほんとに。宣伝枠だから。暑いよな。エアコンがなくたって生きていけると思ったけど、俺には無理だったよ。想像を絶する暑さだ。部屋の中がサウナなんだ。みんな、
な。特別にロアの部屋公開します。僕ここで生活してます。汚いかな。掃除したんだけどな。だいぶ掃除したんだけどな。顔出しわけだな、とりあえず顔出しでいいな、お前ら。ね、今日さ、吉村屋行ってきたんだ。向こうでやってる、向こうで。今日吉村屋に行ってきて、そのさ、僕家系ラーメンちょっと美味しいなと思って、総本山であるさ、吉村屋に今日行ってきたんだ。あれだね、醤油、醤油って感じだった。吉村屋のラーメンはな、豚骨っていうよりは醤油ベー、醤油のが強かった。わかる人いる？なんかね、こう、山口県民はね、博多ラーメンみんな食べてるから基本豚骨なんだ。豚骨ラーメンが好きな人多いんだけど、その、とあのね、醤油だと、なんつうか、なんか合わなかった、あんまり。吉村屋のラーメン。なんかチャーシューはなんか独特な味がしたね。吉村屋の中盛りチャーシュー麺っていうの食べた。横浜でちょっとポケモンゲットしてきたよ。ポケモンをちょっとやってたよ。いや多分これ大丈夫だと思う。匂いが出てきてるから。匂いがすっげえ、なんかそのヤニの匂いすごいから。今からスタジオだよ。これすごいいいね。ひんやりする。ポケモンはね、そんな面白くない。別に面白くないよ。なんか起動するのにすごい時間かかってイライラするんだけど、ポケモン GO ちょっとやってみたんだけど、まあ、家にズバッといたんだから。腐ってるよ。ゴロだよ。ない、そんなマジックになって。ないです。マジックにあるかな？ないと思うね。あれあるか。マイペットはここじゃダメ。これはこれはダメ。これはダメ。除菌できる？これでやめた方がいいかな。いや家にズバットだった悲しいわ。オレンジにラプラスがいればな。いいかな、ちょっとやってみる。いいか、もうこれで。めっちゃ顔小さい。なんかそれよく言われるんだけど、よくわかんないね。顔が小さいってなんだ。いや、なんか稀に言われるんだけど、結構なんか言われるんだけど、顔が小さいの意味がわかんない。顔でかくね。まだ、あ、も小さいな。チンパンジーだからさ。ここだから。何してるんで、黄昏れてるよ。黄昏れてます。おい、人間性も小さいとか言うなよ。そう、混ぜるな、危険だった。いや、何も書いてない、大丈夫。ありがとう。トイレじゃないよ、風呂だよ。風呂だよ。誘われてんだよ。
つらいな、ほんとに。お前ら、暑くないよ、別にいいよ、もう。だって出かけるもん、今からすぐ。まあ、貧乏人にはちょうどいいよ。ボロいぐらいがちょうどいいよ。いきなりいいとこに住めないでしょ。おいさん、貧乏な生活して、いいとこに住もうと思って頑張るんじゃないんですか、人間は。みんな。ひもじい思いをしてさ、努力するでしょ、人間。今からスタジオに行ってくる。水だけの記憶って3本これかな、これもうちょっとしたらこれやるわ。しみじみしてる人間見れてる。一人暮らし楽しいよ。毎日楽しいっすね。苦労の連続だけど、一人暮らしは楽しいよ。するじゃないですか、洗濯を。これをで、あー、アロマリッチだーってなるんだ。アロマリッチの香りいいよ。アロマリッチの香りがするんだ、洗濯すると部屋中いい匂いになっていいよ、アロマリッチ。アロマリッチもう乾いてんだけど、これ熱い。映ってんの？映ってるか？難しいな、カメラの撮影が。あー、アロマリッチいい匂いがする。最高だな、アロマリッチ。
ちょっと洗濯だけさせて。あとこれだけやらせて。そしたら雑談戻るから。干し終わったら雑談戻るから。そうそういいんじゃね。泡消えてきたよ。よし、行くか。行こうか。で、ちょっと待完璧。オッケー。排水の準備オッケー。なんかそうですね。これ流れるはず。これ流れるはず。茶色いの消えたもん。茶色かったけど、だいぶ薄くなったよ、茶色いの。あとフィルターきれいにしたらもう使えると思うけど。きれいになった、仕様さん。
やった。しかも匂いもだいぶなんかすごい匂いしてるな。あ、綺麗になった。すげえ。うわ、普通に綺麗じゃない。いや、別に綺麗になって、ほら普通に綺麗じゃん。あ、綺麗になった。なんかつけれるやん。あとつけるだけじゃん。あー、よかった。ブラザー買ってきたよ。買ってきたよ。何社も何社も使えるエアコンのリモコン買ってきました。皆さん買ってきた。だからもういける。あとはもう取り付けてもらうだけ。あともうちょっと綺麗にしたらな。出てきたかな。出てこない。出てこない。前出てこないんだわ。出てこないぞ。出てこないんだけど、ね、出てこないんですけど。出てこない。傾けた方がいい。お前ら、え、どういうこと？あ、すげえ汚いやなこれ。落ちきってないね。ラボ見たら落ちきってねえな。なんか。排水できてなくない。なんかもうなんかもういいやし、もう。前だ。ああ減らった。もう新しいの買った方が良かった。マジで両方も買ったのに。ああもうないだ。どうしよう。誰がエアコンを買ってくれ。だから水が変なとこから出てくれ。どっから出てんのこれ水。やばいんだけど。ふざけんなよ。全然出ないんだけど水。はあ、お前らもう無理だ。ドレーンから出てない。はるかさんこんばんは。もうダメだ。もうダメだよみんな。俺生きていけねえよ。ダメだ。
ダメだ。だってさ、これ1500円で買ったでしょ、雑巾500円で買ったでしょ、洗剤1500円で買ったでしょ、それ5000円ぐらい使うんだったら、いや5000円もったいなかったなって、いやその5000円もったいなかったなってなるじゃん、新しいの買ったら。いや、まあ、毎回も心配するんだよ、いつも。この状態で通電しちゃダメ？乾かしといていい？ヤマゼンの扇風機だな。いや、扇風機じゃ無理だよ。この積んでる状況どうしよう。バーで寝たいな。バー涼しいから。涼しいんだ。新しいやつ買う？俺も汗だくだから。くそ暑いんだよ。なんだこれ。まおついらっしゃい。どうしよう。水が出ないとやばくない？まず水出ないとやばくない？もう買う？もう買うか。もう新しいの買うか。買うか。4万円だって。お前4万円4万円あれば買えるってねえ。4万円だってみんな。ローンで買え？壊れてない、わかんない、まだ。ハルトさん。今日掃除したけど。皆さん。あさってイベントいっぱい来てくれたら買える。いや、こじるっていうわけじゃないけど、みんなこじるんじゃなくて、あさって僕のライブに来てください。したら、いや、みんなあさって日曜日横浜館内にいっぱい来てくれたら、みんながいっぱい来てくれたら買える。これアビオフにいっぱい来てくれたら、いや、これ、あさってやるんすよ。宣伝な、お前ら。場所がね、7月24日、あさっての日曜日ですね。まあ、週末、本当に、週末の夜、ちょっと、まあ、ありますけど。CD を作ったんで、歌いながら、まあ、その、不思議ですね、もう。もう、上京して5ヶ月なんで。なんで上京して5ヶ月でさ、エアコンの掃除とかしてるんだよ。わけわかんないんだけど。はい。もしもし。あと5分ぐらいで着く。はい、わかりました。準備しときまーす。ということで皆さん、エアコン壊したの演技じゃねえよ。ほんと暑いんだよ。ね、これ行きますって言うよ。あったかい人いないの？
人ぐらいいませんか、もうあさって行きますっていう人を。予約したらステッカーがもらえます。CD だけ欲しい。 CD だけはちょっとわかんないのだ。ブレイク当日だけ販売一旦。お、修行さんありがとうございます。あさって、いやー暑いなー、ほんまにこれどうしよう、もう夏の寒くて暑い、もうマジでこれファイヤー行くわ。マジでビルだよ、どんなこいつとか。まあ深いっすよ、うちの深い。24日のこのイベントの最終調整行ってくるんで、今日だから、今日ドラクエ放送はありません。エアコン掃除して、どうしようこれ、水が出ないんだけど。ね、水が出ないのはやばくない？あさってです、あさっての7時ですね。夜、日曜日の夜ちょっと2時間ぐらいなんで、2時間ぐらい。エアコンの傷の普通どうなったか、またやるよ、またあっつ、あー冷たい、これで寝るわ今日、こうやって寝るわ。あー冷たいわー、これなら寝られる。ひんやりアイマスク、やべえこれ、これすげえいいわ。え、これすごー、感動した。これエアコンの中にいる気分になる。これクーラーガンガンの部屋にいるような気分になる。錯覚してきた、なんか錯覚してきたよ、なんかこれいいよ、めちゃくちゃ錯覚してきた。やべえすげえこれ、なんか見えない景色が見えてきた。大丈夫かな、なんか見えない景色が見えてきたんだけど。まあ今日は涼しいけどな。山口帰るか。でブラザーにまで帰りません。暑いね。暑いよ。あ、じゃあこれつけに行こう。これつけてスタジオ行こう。スタジオ行ってくるみんな。ねえこれ人、ねえほんと来てくんないのみんなこれ。ねえちょ一人ぐらい行きますって人がいたら終わろうと思うんだけど今日。一
人ぐらい明後日暇だからちょっと行ってやるよっていう人が一人ぐらいいてくれたら嬉しいなって思うんだけど、こう宣伝。部屋暑いんだよ。逆に何で行くの？いや、その楽しいイベントにするからって話ですね。まあ。行きたいけど行けない。それはしょうがない。この476名の中に、俺優しい人が一人ぐらいいるかなって思ったんだけど。やってる。ポケモン GO やったけど、ちょっと。家にズバッといたが、お前ら。お前、家にズバッといたんだが、俺の布団の横にいたからな。ビビったわ。俺の、布団の横にいたから。なんだよ、これ。なんだよ、これ。俺の布団の横にいんじゃねえかよ、ズバッと。洞窟かよ。俺んち洞窟だったわ。あー、これがフリーザーだったらな。これがフリーザーだったらな、みんな言い来たんだけどな。なんだよこれ。しかもボールがありませんでね、50回投げて1回も当たんなかったんだけど。モンケー5、未成年タダマンゲットだって。何ですかそれ。何やねん、なんかすげえ。マンキーか、すげえ。アマゾンでひんやりシャワーか。ズバッとが家にいたよ。で、ポケモンのさ、なんかさ、その、なんだっけ、ポケス、なんだ、あの、なんか、ポケストアだっけ、なんかあるじゃん。ポケストップだっけ。なんかさ、ちょいちょいあるんだ。そこ行ったら、なんか、ボールとか卵とかめっちゃもらったんだけど、歩いてたら。でもね、あれ良くないなと思ったのは、やっぱりやっちゃう。歩きスマホしちゃうよ。あれダメだね。歩きスマホしちゃうよ。あれ、本当に。で、こう調べながらさ、そのポケストップを探しながら、あの、プレイしないといけないから、外で。だからマジ歩きスマホ増えると思います。絶対。増える増える。本当に、そう、見ながらだから。本当に画面見ながら、その探してこうやってくるくるくるってやんないといけないから。あ、そうなんだ、振動来るんだ。顔出ししてる。いや、三毛猫さんだってもう今日いいよ。もう別に今日ちょっと買い物ぐらいしか見てないからって。今からスタジオ行くから。で、明日最後の仕上げして、明後日イベントなんで、皆さん。秋葉原すごかったんだ。まあエアコンはちょっとどうしよう。まあ水が出ないとな。あと水出してみてだな。これあと水を出して、ちょっと最後調整して、一回つけてもらってダメだったら、あれだな。中臭さは消えてない。芋臭い、なんて。芋臭いよ、俺は。芋だよ、芋。芋なんだよ、芋。みんな芋臭くなくなったっていうより芋だよ。田舎村は所詮田舎村なんだよ。田舎村がドラクエ、違う。田舎村がなんかその、上京してきたみたいな曲作ったんだよ。かっこよく仕上がってるから CD 買ってくれ。あさって発売なんで。いやでもみんな一個だけさ、こうなんかさ、エアコンもなくてさ、貧乏でさ、なんか辛いなって思う時もあるけど、こう毎日楽しんだ、ここだけ、これだけだな。こう毎日楽しんだ、それだけだな。だから生きていけるわ。そこだけだな。今あるの、俺を支えてるのはそこだけだと思ってる。いや、もう貧乏だけど楽しいんだ、毎日。それだから生きていけるわ。
それでいいな。いいな。幸せだよ。そうやって思えるから全然帰りたいとも思わないしな。ああ、いや、扇風機あるよ。扇風機はある。十分だね。着いた？